七クマ。マナ、行くぞ。俺は浜田雄平、24歳、七クマコーポレーションに勤める会社員だ。待って、この子は俺の妹、浜田マナ3歳だ。マナ、忘れ物ないか？うん、大丈夫。マナを連れてくのは保育園じゃない。おはようございます。おはようございます。うちの会社にはありがたいことに託児所があるのでマナを預けてる。父さんの会社は始まるのが早くて出張も多いので、俺がマナを託児所に預けるのがいいだろうということになったのだ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。うわ、今日もそっけないな。彼女は受付の綾瀬さなみさん。超美人だけど塩対応なことで有名だ。それじゃまたな、マナ。お兄ちゃんもお仕事頑張ってね。あ、おはようございます。おはよう。今日もマナちゃんを送ってきたのか？はい。ほんと偉いよな。いえ、父も帰ってくると夕飯作って待っててくれるので。まあ今週は出張あるんでちょっと大変ですけど。仕事大変だったら声かけるようにしろよ。ありがとうございます。うちは基本的に定時で帰れるので助かってます。お、そろそろ時間だな。すみません、それじゃあ商談行ってきます。お疲れ様。そういや今日は午後から会議が入ってんだよな。戻ってすぐ直行することになりそうだな。どこの会議室かわかんないや。受付で聞いておくか。すみません。何ですか？聞きづらいな。うちの営業部で午後に会議があるんですけど、どこの会議室取ってたか教えてもらえませんか？1時に第二会議室です。ありがとうございました。綾瀬さんって塩対応だけど、特に俺には厳しい気がするんだよな。俺なんかしたかな？綾瀬さん、綺麗なのに不愛想なんてもったいなって、余計なお世話か。やっぱ戻りギリギリになっちゃったな。午後1からの会議ってことで、ロビーにはランチを終えてオフィスに戻ってきた人たちが歩いてた。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもの塩対応。よし、今日の仕事終わり。浜田君、もう定時過ぎだぞ。マナちゃん待ってるから早く帰りなさい。ありがとうございます。すみません、お先に失礼します。いい上司に恵まれて本当ありがたいよな。マナ、帰るぞ。お兄ちゃん。マナちゃん、今日も友達と楽しく遊んでましたよ。ご飯もいっぱい食べましたし。そうですか、ありがとうございます。楽しかった先生、あざあざマイスター。マナちゃん、また明日ね。失礼します。父さんにこれから帰るって連絡しないと。ってしまった、スマホ忘れてきた。戻らないと。それじゃあオフィス戻るか。エレベーターに乗り込むと後から綾瀬さんも乗ってきた。ごめんな、マナ。いいよ、誰にでも過ちはあるもんだ。え、そんな言葉どこで覚えたんだ？パパが言ってた。父さん、自分に言い聞かせてんのかもな。え、浜田さんがお父さんじゃないですか？わ、いきなり大声出すからびっくりした。綾瀬さんでも驚くことってあるんだな。ああ、マナは俺の妹なんです。うちシングルファザーなんで、事情を話してマナを託児所に預けてるんです。そうだったんですか。それじゃあお疲れ様です。お疲れです。お疲れ様です。あの女の人綺麗だよな。お兄ちゃんの彼女？そんなわけないじゃん。送ればいいのに。ちょ、それも父さんから聞いたのか？うん、お友達のナナちゃん。そういうんじゃないの。残念。お兄ちゃんの恋バナ聞けると思ったのに。最近の保育園児は恐ろしいな。ただいま。ただいま。おう、あゆへ、おかえり。マナ、お友達とたくさん遊んだか？たっくさん、たっくさん遊んだ。よかったな。夕飯できてるから二人とも手洗ってきて。わかった。はい、いただきます。いただきます。
ゆへ、父さん明日から出張だから頼むな。うん。ゆへにはいつも負担かけてすまないな。何言ってんの、大丈夫だよ。ありがとう。マナ、お土産は何がいい？七熊。ははそれじゃあ地方限定の七熊ぬいぐるみ買ってくるな。父さんが出張行くたんびに地方限定の七熊ぬいぐるみ買ってくるから、マナの部屋がぬいぐるみで溢れてんだけど。マナ、七熊もっと欲しい、たくさん欲しいもん。そうかそうか、たくさん買ってくるからな。まったくもう、マナに甘いんだから。ゆうへいだってしょっちゅうマナにデザート買ってきてるじゃないか。お兄ちゃん、この前七熊のシュークリーム買ってくれた。ちょ、それは父さんに秘密って言ったのに。ほら、ゆうへいだって立派なしつこんだぞ。まあね、マナは可愛いからな。マナ可愛い。おお、マナは可愛いぞ。世界一、いや宇宙一可愛い。やった、マナ宇宙一可愛い。はは。おはようございます。おはようございます。今日も綾瀬さんに塩対応されるんだろうな。おはようございます。おはようございます。浜田さん、おはようございます。マナちゃん、今日も楽しんでね。どういうこと？ありがとうございます。マナ楽しむ。綾瀬さん、なんであんなにご機嫌なんだ。あんな笑顔初めて見た。お兄ちゃん、細かか。まだ声大きい。ランチどこで食べようかな。いつもは先輩や上司と食べに行くことが多いが、今日は商談が入ってたため俺一人だ。あの、これからランチに行くんですか？綾瀬さん。あ、はい、そうですが。私も今日は12時からお昼休憩なんです。よかったら一緒に食べませんか？え？ダメですか？そんなことないです。よかった。綾瀬さんの笑顔が眩しすぎる。一体何があったんだ？昨日、マナちゃんが妹さんだったって知って驚きました。うちの部署の人間は知ってるんですけど、他部署だとわからないですよね。うちの会社社員多いですし、いちいちみんなに説明して回りませんし。シングルファザーなんですか？って、ごめんなさい、立ち入ったこと聞いちゃって。全然大丈夫ですよ。俺の母親とは10歳の時に離婚してシングルファザーだったんですけど、母親がギャンブル依存症でパチンコにお金を使いまくって借金し、父さんは借金を全部支払うことを条件に離婚して俺の親権を取ったのだ。3年前に父さんが再婚したんです。マナちゃんのお母さんですよね？はい、俺の2個上の若い女性とのできちゃった婚でした。そしてマナが生まれてすぐに男と駆け落ちして家を出て行ったんです。そんな。いいんです、あんないい加減な母親に育てられるより、父さんと俺で愛情をかけてマナを育てた方がよっぽどいいって思ってますから。お父様の会社には託児所はないんですか？そうなんですよ、近所の保育園は定員が埋まってるから無理だって断られて、俺が入社が決まった七熊コーポレーションに託児所があるって知って事情を話して入れてもらうように頼んだんです。そうなんですね。それに父さんは仕事で出ていく時間が早いから保育園に連れてけないし、出張も多いから俺が送迎しやすいとこの方が助かるんで、実はまた今日から3日間父さん出張なんです。それは大変ですね。いや、もう慣れてる。私、お手伝いに行きます。え？いや、そんなご迷惑かけるわけに。迷惑なんかじゃありません、むしろお手伝いがしたいんです。圧がすごい。と、それじゃあもし綾瀬さんがご迷惑じゃなければお願いします。はい。そんなにマナのことをお世話したいってことは、綾瀬さん子供好きなのかな。意外な一面を知ったな。マナ、帰るぞ。お兄ちゃん。あ、綺麗なお姉さん。マナちゃん、こんにちは。今日私もマナちゃんの家に行かせてもらってもいい？お兄ちゃん、彼女
ゲットしたの？すごい！こらこら、彼女じゃない、彼女じゃないから。私は彼女でもいいですけど。え？今、なんて。それじゃ、行きましょうか。マナちゃん、手つなぐ？うん。マナが綾瀬さんと手をつないで歩いてる。可愛すぎる。お兄ちゃん、置いてくよ、早く。ああ、ごめんごめん。カレーにすっか。マナ、今日カレー食べた。うわ、託児所のランチとかぶっちゃったか。でも俺、カレーぐらいしか作れないんだよな。私、作りますよ。え、いいですよ、今日は外食にしましょう。マナ、お姉さんの作ったご飯が食べたい。ちょ、マナ。マナちゃんは何が好き？ハンバーグ。じゃあ、お姉ちゃんと一緒にハンバーグ作る？作る！本当すみません。いいんですよ。さ、マナちゃん、ハンバーグの種ができたから形作ろっか。種？これから芽が出て花が咲くの？おいしいおいしいハンバーグになるのよ。マナちゃんはどんな形がいいかな？お花？動物？マナ、ララクマのお顔のハンバーグ作りたい。いいわね。わー、ララクマハンバーグ美味しそうね。誰だろう。マナ出る。ちょ、マナ、最初にインターホンでって。話聞いてないな、たく。玄関に向かうと、もうすでにマナがドアを開けてて。マナ、会いたかった。マナの母親がマナを抱きしめてた。どうして。おばさん、誰？マナが母親の顔を知らないのも無理はない。マナは生まれてすぐに母親に捨てられたのだから。マナのママよ、ずっとずっと会いたかった。3年も放置してたのによくそんなことが言えますね。あの人は？出張中です。ちょうどよかったわ。さあ、マナ、お家に帰りましょう。お家はもう帰ったよ。ここマナのお家だもん。マナの新しいお家に行くのよ。優しくてかっこいいパパもいるのよ。パパは出張中だよ。七熊のぬいぐるみ買ってくれるの。新しいパパはね、お金持ちだからぬいぐるみなんかじゃなく、もっともっといいもの買ってくれるわよ。だからほら、ママと行きましょう。いい加減にしてください。今さら迎えに来てマナと暮らすとか、自分勝手すぎます。マナには母親が必要なの。マナだって私と暮らした方がずっと幸せになれるんだから。だったら私がマナちゃんの母親になります。え、綾瀬さん？あなた誰なの？ゆうへいさんの彼女です。私がマナちゃんの母親代わりになって、マナちゃんのお父さんとゆうへいさんと私でマナちゃんを育てます。バカなこと言わないで。あなたに母親なんてできるわけないでしょ。さ、マナ、行くのよ。痛い、痛い、やだ、マナ行きたくない。やめろ。お兄ちゃん。マナ、怖かったな。大丈夫だ、マナのことは俺が絶対に守るから。うん、マナ、パパとお兄ちゃんとお姉ちゃんといたい。おばさんのとこ行きたくない。マナ。これがマナの答えです。帰ってもらえますか？わかったわ。このこと、あの人には言いません。これ以上傷つけたくありませんから。ありがとう、マナ。自分勝手な母親でごめんなさい。幸せになってね。なんとかマナを連れて行かせるのは阻止できたけど、マナ大丈夫かな？お兄ちゃん。お、どうした？マナ、お腹すいた。そっか、七熊ハンバーグ食べましょう。うん。どうした？マナの好きな七熊ハンバーグだぞ。七熊かわいそう、マナ食べれない。
じゃあお姉さんの作ったハートのハンバーグ食べる？食べる！寝たな。マナちゃん寝ました？はい、疲れてたのか絵本読んでる途中に寝ちゃいました。よかった。今日は突然のアクシデントに巻き込んでしまって申し訳なかったです。まさかマナの母親が会いに来るなんて思わなくて。ほんとびっくりでしたね。その嘘までつかせちゃってすみません。嘘？俺の彼女でマナを一緒に育てるって。私は希望を込めて言ったんですけど。え？私じゃダメ？ずっと綾瀬さんは俺のこと嫌ってるのかと思ってました。それは一目惚れした営業の浜田さんが妻子持ちだって勘違いしてショック受けて、忘れなきゃ嫌いにならなきゃって思って塩対応になってました。本当にごめんなさい。それじゃあ綾瀬さんはずっと俺のことが好きだったんですか？はい、受付で浜田さんのことを初めて見た時から気になってました。俺も受付で綾瀬さんのこと見た時に、なんて綺麗な人だろうって思って、それからずっと気になってたけど、嫌われてると思ってたから望みはないって諦めてました。浜田さん好きです。俺も綾瀬さんが好きです。やった、お兄ちゃんとお姉ちゃんが恋カノになった。マナ子供は早く寝なさい。それじゃ中の続きをどうぞ。できるわけねえだろ。その後俺はこちら同じ会社の綾瀬さん、俺たち付き合い始めたんだ。はじめまして、綾瀬さなみです。出張から帰ってきた父さんに綾瀬さんを紹介した。雄平にこんな綺麗な彼女がいたなんて知らなかったよ。マナのことで手一杯で恋愛する暇なんてないんじゃないかと心配してたが、よかった。お姉ちゃん。はい、マナちゃん。実はマナちゃんが私たちの仲を取り持ってくれたんですよ。え、マナが？やるな。パパは女を見る目がないから、次のママはマナが見つけてあげる。ちょ、マナ？女を見る目がないって、どこでそんな言葉を覚えたんだ？マナちゃん。確かに父さん女を見る目ないから、マナに選んでもらった方がいいかもな。お姉ちゃんは合格。ありがとう。それじゃあ俺たちデート行ってくるから。おお、楽しんでな。マナちゃんも一緒に行く？マナはパパとデートなの。おう、マナ、俺はマナさえいればそれでいいぞ。デート何しようか。じゃ行ってきます。ゆうへいさん、どこ行こっか？サナちゃんはどこがいい？ゆうへいさんと二人ならどこでも。サナちゃんが俺に対して特に塩対応だったのは愛情の裏返しだった。マナがキューピッドになって俺を結びつけてくれなければ、俺たちの思いはずっと交わることはなかっただろう。これからはみんなでもっと幸せな毎日が待ってるはずだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。